おはようございます。5月17日金曜日の東京インフォメーションです。東京都は都内若手デザイナーが国内外で活躍できるよう意識啓発プログラムを提供し販路開拓を支援します。意識啓発プログラムではバイヤーの視点を理解するやパリでビジネスを継続させるために世界で通用するデザインと表現力など全部で10回のセミナーが提供されます。セミナーを選んで参加してください。それぞれ定員に達し次第締め切りになります。販路開拓支援はビジネス計画の実現に向けた奨励金として50万円が交付されます。またアドバイザーによる特別指導やブランド PR などの支援が受けられます。対象は最大5組です。応募資格など詳しくはホームページをご覧ください。豊かな自然と魅力的なスポットがあふれる多摩エリアを毎週紹介する特別企画、たまにはプラット。今回は子どもから大人までさまざまな過ごし方を楽しめる公園に行ってきました。都心から少し足を伸ばせばそこは豊かな自然と魅力的なスポットがあふれる多摩エリア。たまにはプラット。今回訪れたのは町田市。町田駅からバスで30分、都心の喧騒を忘れ心も体もリフレッシュできる緑あふれるスポットが。町田薬師池公園色彩の森は色とりどりの施設が集まって作られた公園で、およそ250万平方メートルの広大な敷地に町田リス園、町田ダリア園などが点在しています。そのうちの一つ、町田ボタン園。いっぱいお花ある。あー、これかわいい。ボタンってこんなに種類あるんだ。綺麗。関東有数のボタンの名所で、およそ300種のボタンと60種のシャクヤクに彩られます。例年4月中旬から5月上旬の開花時期に行われるボタンシャクヤク祭りには多くの人が鑑賞に訪れます。そして来園者の新たな憩いの場として2020年にオープンしたのが西園。地元の野菜を購入できる直売所やカフェレストラン、芝生広場などが揃う子供から大人までが楽しめるエリアです。野菜の直売所。わあ、野菜がたくさん並んでる。すごっ。町田さんの野菜があるんだ。これ全部町田さんなんですか？そうなんですよ。お野菜はほぼ全て 100% 町田さんのお野菜になっております。正直町田に野菜のイメージがなかった。町田の野菜は様々な品種を少しずつ育てる少量多品目栽培が特徴。そのため直売所には多種多様な旬の野菜が並びます。また地元で採れた農産物が毎日納品されるので新鮮で安全な野菜を購入することができます。さらに西園にはテイクアウトもできるカフェレストランがあり、町田さんの食材を使った
薬師バーガーなどが楽しめます。天気のいい日には屋外のテラスや芝生広場など自然を満喫しながら食べるのもおすすめです。訪れる人たちを四季折々の風景で迎えてくれる癒しの空間で特別な時間を過ごしてみては。VTR では紹介しきれなかったリス園では200匹のリスと触れ合うことができ、ダリア園のダリアは夏から秋にかけてが見ごろだということです。ここまで東京インフォメーションでした。